天竺ネズミは天竺ネズミか天竺ネズミ族に含まれる月肢類の総称である。天竺ネズミは南米に分布する。この族に属する最も有名な種はペットや実験動物として知られているモルモットである。天竺ネズミはネズミヤマアラシアモクに分類されることが多い。しかし天竺ネズミは他の月肢類とは別に進化してきた生物であり。 新しい哺乳類の目として分類されるべきであるとの説もある。体長は約20から40センチメートル。小さくて丸い耳を持ち、惜しいはあるもののうはない。指は前足は4本、後ろ足は3本である。オスメスともにチブサは1体である。跳躍力はあまりなく、跳躍することはほとんどないが、 跳躍したとしても20から30センチメートルほどの高さしか飛ぶことができない。天竺ネズミは体内で既でに乳歯を持っているが、摂氏は生まれる前に吸収され、丘脂も生後40日程度で生え変わる。摂氏も丘脂も常おばとなっている。上あごの薄葉は外側に傾斜しながら生え、下あごの薄葉は内側に傾斜しながら生えている。 摂取は前面のエナメル質が分厚くなっていて、前面と後面に摩耗の差があるため、常に鋭さが維持される。また、胃腸の半分以上が盲腸という構成となっている。環境変化などによるストレスによって、胃腸内の細菌のバランスが崩れると、摂取した食物の消化が困難になり衰弱する。 タンパク質などの栄養素の摂取を、盲腸内の細菌の働きに頼っているためである。また、一度に消化しきれなかった栄養を吸収するため、うさぎと同様に食糞する。天竺ネズミの糞の形は、オスとメスとで微妙に異なる。寿命は、個体差があるが、5から8年程度とされている。野生の天竺ネズミは、南アメリカ全域の草原などに巣穴を掘って、住んでいる。 草食性である。つがいは形成せず、乱根的に交尾をする。通常1年に1回出産し、一度に2頭から4頭程度の子を産む。生まれた子供は創生であり、誕生の翌日には自分で草などを食べることができる。このため親は子供の世話をほとんどしない。よって、メスのチブさが1体しかなくても、子供の成長に問題はない。また、 子供が創生で体内で大きく育つために、メスは骨盤の形が固まってしまう生後10ヶ月以内に出産を経験していない場合、子供を産むとき難産になりやすい。天竺ネズミは現在でもアンデス地方での重要なタンパク源として食用に利用されている。あのレーム天竺ネズミ C、アナレイミーコロンビアのボゴタ付近に生息。モルモットの野生化したものから派生したと、 考えられている。パンパス天竺ネズミ C アペレアアルゼンチン、ブラジル、コロンビア、エクアドル、パラグアイ、ウルグアイに分布。アマゾン天竺ネズミ C フルジダブラジルに生息。ギアナ天竺ネズミ C グヤナエベネズエラ、ガイアナ、ブラジル北部に分布。モルモットの野生化したものから派生した種、あるいはパンパス天竺ネズミと同種と考えられることもある。 サンタカタリーナ天クネズミ C インターミディアブラジルのサンタカタリーナ州モレケスドスル島に生息。オーテンジクネズミ C マグナブラジル南東部及びウルグアイに分布。コビト天クネズミ C ナ,ナナンペルーテンジクネズミと同種と考えられることもある。モルモット C ポーセラスペルーテンジクネズミより食肉用に家畜化されたと考えられている家畜種。食用とされるほかペットや 実験動物とされる。ペルーテンジクネズミシーチャディペルーに生息。ウチチクシモルモットの原種と考えられている。シティーフェル、チャナフリーマン、ファミリーフュード、ジェネティックエビデンスシームズ通称ザットギニーピックズアレ、ノットローダンツ。サイエンスワールド、2006年8月29日閲覧。スパトロの、AE、バイアダレス、JP、マレン、JC、アンドザベース。 h-o-r-a-c-i-o, マレキアラーダイバーシティーアマングドメスティックギニー、ピックズザークローズファイロゲネティック、リレーションシップビーズズアンデアンワイルドスピーシーズキャビア、チャリー、レイビースタチーリーナデイストリアナチュラル、77、243から250。ありがとうございます。